アルフレッド・チャールズ・ホップズはアメリカ合衆国の錠前職人、発明家。1851年のロンドン、万国博覧会において、当時のイギリスで広く用いられていた、チャブ錠などの錠前を破って見せたことで、広く知られた。悪党たちは、仕事熱心で、我々が教えられることよりずっと多く思うをもう知っている。アルフレッド・チャールズ・ホップズ、1853年に、 既存の鍵の弱点を公開した意図について質問されて、マサチューセッツ州ボストンで1812年に生まれたが父親は大工だった。1835年にマサチューセッツ州サンドウィッチ出身のシャーロット・カイナイト結婚し4人の子供たち、シャーロット・ホップウズ、アルフレッド・ J ホップウズ、メアル・ H ホップズ、アーサー・ホップズを設けた。 ホップズの両親はいずれもイングランド生まれだった。ホップズは1851年のロンドン万国博覧会に出展したニューヨークの会社でエアンド・ニューウェルを代表してロンドンへ赴いた。この時ホップズは当時のイギリスにあった城前に対抗でき、それらに勝る性能を持つものとして上司のロバート・ニューウェルが制作したパロートプティック城を持参していた。ホップズは 万博でブラマー城やチャブディテクター城をピッキングで破ることに初めて成功し、城前製造業者たちに設計の改良を強いることになった。城前をめぐる論争は続き、水晶宮では大きな関心を集めていたが、今や実に広く重要なものになってきた。博覧会が開催される以前、我々は世界で最も優れた城前を持っていると信じていたし、 とりわけブラマー城やチャブ城はまさしく我々が地中海への鍵を握るジブラルタルのように堅固なものだと考えられ、こうした優れた職人たちが生み出した城前を破り、城前の下をいじることは誰にもできなかった。しかし、機械技術の精神は決してとどまるところを知らず、もしある産業分野で誤った停滞感が広がろうとしていれば、また世界のどこか別のところで、 我々を驚かせ、怠慢を非難するようなことが突然起こる。海の向こうの我々の子孫たちは、常々母国に親孝行な恩返しの教訓をもたらしてくれるが、またしても、最近、彼らが博覧会においてこうした城前の欠点を、冷笑してみせるという強烈な形で、我々を磨き上げてくれたことを、我々は称賛することになろう。1854年、ホブズは、 論文、オンザ・プリンシプルズコンストラクションをブロックスに、対して、イギリス土木学会からテルフォードメダルを送られた。金庫室の扉に刻印された表示。ホブス、ハート &CO、マニファクチャラーズ、76&77 チーポサイド、ロンドン・ホップズは、錠前を製造する会社であったホブス・ハート &CO、リミテッドの共同創業者の一人となった。 この会社は1851年に創業し、1852年には正式名称がホブス &CO となった。しかし、1855年にはホブス、アシュレーカンパニーとなった。その後、社名はホブス、アシュレーフォーテスキュとなって、ロンドンのチープサイド97番地に所在していた。さらにその後、所在地は、 チープサイド76番地となり、以降90年間そこにあった。ホップズは1860年にアメリカ合衆国に帰国し、コネチカット州ブリッジポートに住んで、さらに十数件に及ぶ弾薬に関する特許を取得した。1880年の時点では、サプリンテインデント・オブ・カートリッジ・ファクトリーと自称していた。ありがとうございます。